が入ってまいりました。右側エスパルス、左側が仙台。ニアです。少し遠いところからシュート。うん、おっと。おー、いやーこれは。ムサカ選手ですか。ムサカですね。いいボレーでしたけどね。遠いところからムサカ右足のハーフボレー。さあフリーキック直接いった。いやわずか1メートルというところでしょうか。できれば枠の中に行きたかった。さあ虎視眈々とゴールを狙うチョンテセ、今シーズンは4ゴール。さあレアヨンに、おっとクリスランのシュート、左足、利き足の左足でシュートしましたが、ここは極端が抑えました。ちょっとドタバタしましたね、最後のところが ね、まあ、攻撃としては非常にいい攻撃でしたよね、はい、大岩ダイオンギのクロス、大岩ボールだ、胸で落として、おっと後ろから行った角田ですが、おっと PK ですか。押したというかこう引っ掛けたような形なんですかね。いやこれね、三田選手もね、トラップがちょっとね後ろに行ってしまって、これトラップミスだったんですよ、ね、はいはい、大きく手を広げた6ターン。クルセランどこを狙っていくのか。あー入りました。右隅に決めた、左足で、得意の左足で右隅に決めたクリスラン。1対0、仙台が1点リードしました。いや落ち着いて決めましたね。そうですね。そしてこのポーズ、高校5試合で4点ですか。あ、そうですね、量産してますよね。すごいですね、本当に落ち着いてます。オフサイドはない。2点目が入った。クリスラン5試合5点ですね。あっという間に2点をもぎ取った。いやいやいや、満面の笑顔してやったりというクリスラン、まあ、これも富田選手ですか。富田ですか、ね、サイドチェンジから平田選手。いやこれはエスパルスにとっては痛い痛い失点ですね。いや今のところも少し大岩選手プレッシングが甘くなってますね、はい、ここはやっぱり頑張って厳しさをもうちょっと上げられると。さあ中に入ったら、おっと、おーっと、これはゴールですね。来ましたね、フィニッシュ。菅井選手ですか。菅井ですね、はい、右サイドから上がっていた菅井が最後は、菅井選手は ね、本当にあのフリーランをしながらもう、まあ、4バックであれ3バックであれね、ゴール前に入っていける選手ですから、はい、鎌田佐賀、もう本当にすぐにここで放り込まないと時間は残っていません。ここで長い笛、タイムアップです。仙台完勝のゲームです。少し呆然とした今六段の表情が映りました。してやったり、仙台アウェーチームです。我慢の勝利、アウェーでの大きな勝利、3対0仙台がエスパルスを下しております。